武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鹿児島大学の入試について話していきたいと思います。鹿児島大学ですが、医学部、歯学部、獣医、共同獣医ですね、の3つが、全部ある、大学となっております。やはり学部の中でも、その3つが、難易度高め、となっておりますが、センターの点数、に関してですね、その3つ以外のところは、5割、後半から7割前半程度、これは結構その、学部学科によって開きがあったりはしますが、そのあたりの、パーセンテージとなっております。で、歯学部、こちらはだいたい7割後半から8割程度、獣医学部、こちらが8割、前半、から中盤、8割超えていれば、一応いいかなという形で、できれば85を狙っていきたいわけですね。で、医学部、医学科、こちらに関しては、8割後半、9割目標といった形になっております。また特徴としてですね、共同獣医に関しては英語が必要なく、数学と理科で受けられるという点も独特であるかとは思います。そんな鹿児島大学の入試科目の勉強ですが、英語、数学、国語、物理、化学、生物、自分が見たい科目を選択してください。